ある日、イッチの元へ甥っ子が訪ねてきた。が、明らかに様子がおかしい。外は豪雨。甥っ子は4歳。そんな小さな体で、一人でずぶ濡れで泣いていたのだ。急いで甥っ子を迎え入れ、義妹へ電話を入れるイッチ。なんで、甥っ子を一人にしたのか。そう問い詰めようとしたが、義妹は入院をしていた。甥っ子にひどいことをしていたのが、イッチの実の弟だと判明。このままじゃ甥っ子と義妹が危ない。そう思ったイッチとイッチの夫が、弟に立ち向かう。二人が弟にした行動とは？線状降水帯が発生し豪雨の中、4歳の甥っ子がずぶ濡れで訪ねてきた。母である義妹にキレて電話すると私入院中ですよ。詳しく聞くと恐ろしい真実が。今日は、朝から私の地域は雨がとても降っている。梅雨の季節からか、とても豪雨だ。それじゃあ仕事行ってくるね。雨ひどいから気をつけてね。夫は車で通勤しているため、まだマシだけど、ネットでは、電車が遅延していたり、ニュースでも、テレビ画面の上に、線状降水帯発生による、大雨注意報が出ている。Y の県も大雨注意報出てたな。わかる。雨のせいで、靴下びちょびちょで、仕事にも遅れた。私は幸い、在宅ワーカーなので、影響は受けなかった。こんなにも豪雨だと、同じ地域に住んでいる弟の家族が心配になってくる。弟がおったんか。そうそう。私は現在41歳で、8個下の弟がいる。弟にも、奥さんの義妹の他に4歳になる子供がいる。ついに私にも甥っ子ができたのかと、喜んだな。よく義妹と甥っ子が家に遊びに来ていたから、仲がいいんだよね。羨ましいぜ。そんなことを思っていたのもつかの間、家のインターホンが鳴った。こんな豪雨の中、誰だろう。宅急便かな？そう思い、玄関へ向かうと予想外なことが起きた。あ、イッチおばちゃん。そこにはずぶ濡れの甥っ子が立っていた。は？どういうことや？え？甥っ子くん、どうしたの？おばちゃん、助けて。助けてください。雨で濡れていたが、確かにそれは涙だと確認できた。おぼつかない敬語を使い、泣きながら甥っ子は私に助けを求めていた。とりあえず、お家の中に入ろう。ね？ひぐ？うん？体に触れると、甥っ子の体はひどく冷え切っていた。これはいけない。そう思った私は、急いで彼をお風呂に入れた。どういう展開なんや。ただごとではない予感がする。だって子供一人で来たんやで。確かに、これは一体どういうことだろう。頭がまだパニックになっている。いろんなことが頭によぎる。私は甥っ子の洋服を洗濯機に入れ、リビングへと向かった。弟は今頃仕事に行っているはず。とすると、義妹が？否定をしたい気持ちと、もしそうだとしたら私が叱らなきゃいけないという気持ちで、不安になりながらも、私は携帯で義妹に電話をかけた。ドキドキ。義妹が黒なら、とんでもないことになりそうだ。もしもし？あ、義妹さん。久しぶり。お久しぶりです、イッチさん。どうしましたか？実はね、甥っ子くんが家に来てるんだけど。は？え？義妹は食い気味に言葉をかぶせてきた。一体どういうつもりなの？甥っ子くん、この豪雨の中一人で家に来たのよ。傘もささずに、ずぶ濡れになって、泣きながら私に助けてくださいって言ってきたのよ。ねえ、これは一体どういうことなの？一緒に家にいたんじゃなかったの？質問攻めにしてしまったため、義妹は黙ってしまった。二人の仲の良さは私がよく知っている。だからこそ、勢い余って言い過ぎてしまった。イッチさん。どう返事が来るのかとても怖いぜ。いや、義妹は白だと願いたい。息子は無事ですか？うん。体が冷え切っていたから、今お風呂に入ってもらってる。よかった。息子を保護してくださり、ありがとうございます。実は私今妊娠中で入院しているんです。え？報告が遅れてしまい、すみませんでした。全治胎盤の関係で、1ヶ月ほど前から入院しているんです。だから最近会えていなかったのね。義妹とは、連絡はあまりしてなく、会った時にお互いに近況報告をしている。じゃあ義妹さんが入院している間、どうしてるの？入院している間は、夫に任せています。今日って、ちなみに弟は？保育園に息子を預けて仕事に行っているはずなんですが。そう。そうなの。彼女は白だ。だとすると、わかったわ。とりあえず、甥っ子くんは私の方で預かっておく。何かわかり次第、お互いに連絡を取り合いましょう。イッチさん、本当にすみません。うちの子をよろしくお願いします。画面越しでも、義妹が泣いているのがわかった。電話を切り、私は甥っ子の元へ向かった。義妹が白でよかった。でも、これで弟がひどいことをしている可能性が、高くなってきたんを。甥っ子くん、お風呂どうだった？気持ちよかった。です。子供なりに申し訳ないと思っているんだろう。敬語使えて偉いね。でもいつも通りでいいんだよ。でも、いいんだよ。
ほら、洋服乾燥しきるまで、先に髪の毛乾かそうねー。うん？ドライヤーで髪の毛を乾かしていると、おいっ子が私の手をつかみ、ほっぺをすりつけてきた。どうしたの？いっちおばちゃんのお手手、怖くないなって思って。ああ、これはと思っているとちょうど洗濯機が鳴った。洋服乾いたよ、着替えよっか。うん？着替えたおいっ子を連れ、私はキッチンへと向かった。お腹すいた人。はーい。はい、はい。今冷蔵庫に何もないので、ラーメンを作ります。その代わりにハムを乗せます。ハムー？うわ、一瞬、ジブリ映画思い出しちゃった。わかるで。今の状況も少し似てるしな。二人でラーメンをすすりながら、話を聞き出すことにした。ねね、よくおばさんの家までたどり着けたね。ママとよく一緒に来てたから。そうかそうか、でもびちょ濡れだったよね。途中でどっか行った。きっと、風で吹き飛ばされたんだろうな。あ、おばさん、電話してほしい。え？どこに？急に行ってきたので困惑してしまった。保育園。保育園に行かずにこっち来ちゃったの。え、でも、弟と一緒に行ってるんだよね。パパは仕事で忙しいから、途中でどっか行っちゃう。多分、保育園までは一緒に向かわず、近くになったら別れているんだろう。だから、パパがいなくなった時に急いでこっちに来た。そう、そうなのね。わかった、今電話してくるね。そうい、私は保育園に電話をした。今の私の顔はきっと般若みたいになっているに違いない。だから、別の部屋で電話をすることにした。自分の都合で、保育園まで送らないのはどうなんや？普通に危なすぎるて。4歳やぞ。そもそも豪雨なんだろ？ありえなさすぎる。その後一致は、自分の夫にも連絡を入れ、再度欺瞞と電話をしていた。もしもし？保育園にも連絡入れて、とりあえずは大丈夫かな。すみません、本当に。そっちはどう？一致さんからの電話があった後、夫に電話したんです。そしたら、欺瞞は、電話の録音データを送ってくれた。内容はやはりひどいものだった。もしもし？何？仕事中なんだけど。よくそんな態度取れるね。さっき一致さんから連絡があったんだけど。それがどうしたの？うちの子供が一致さんの家に来ているの。あなた、保育園に送ったんじゃないの？は？なんで？俺、ちゃんと送ったよ。ちゃんと保育園の玄関まで？悪いけど、一致さんが保育園に確認取ってもらってるから。嘘じゃない。普段から家事でも子供の面倒も見てくれなかったけど、せめて私が入院中は。って、思っていたのに。ダメ親ないかい。最低やな。別に最低限してるだろ。三食の飯に、保育園で遊ばせて、家では、タブレットで適当に動画流して、夜に寝かせてる。お前らの生活費稼ぎながらだぜ。よくしてやってる方だろ、俺。ごめん。子供のためを思って踏みとどまっていたけど、もう無理。離婚しよう。は？何言ってんの？悪いけど、妊娠中で？4歳の子供もいて？離婚なんかできんの？その入院費だってほとんど俺が出してるよね。離婚したら子供が悲しむぞ。それに俺だってしんどいけど頑張ってるじゃん。お前らの生活費稼ぎながら子育てもしてるんだぞ。離婚なんかさせない。マジでどうかしてるよ。考え直して。せ。欺瞞に有無を言う隙も与えず、そこで電話が途絶えた。いや本当に最低だな。自分勝手すぎるだろ。てか自分のこと棚に上げすぎ。それな。家族のことをなんだと思ってるんだ。弟がこんな人間だったとは。私は唖然としてしまった。電話の通り、離婚したくても逆ギレされてしまって。欺瞞さんはとりあえず入院しているから、安全ではあるけど、おいっ子くんはどうしようか。欺瞞さんの家族は？実は母はだいぶ前に他界していて。父も遠方に住んでいるので、厳しいですね。そうだったのね。父にも連絡してはいるんですが、すぐには駆けつけられないとのことでした。どうしよう。欺瞞はそうつぶやき、困り果てている様子だった。ごめんなさい。こんなことになるなんて。本当にごめんなさい。欺瞞は泣きながら、何度も私に謝ってきた。わいも泣きそうや。わいも。とりあえず一致が預かっていた方が安全だと思う。事情も知ってるし、懐いてるし。わかったわ。欺瞞さん、よく聞いてね。はい。とりあえずおいっ子くんは私が預かるわ。欺瞞さんは弟と連絡を続けてほしいの。さっき送ってくれた電話の録音データでもいいわ。とにかく証拠になりそうなものは集めておいて。お、流れが変わったぞ。お互いに最善を尽くしましょう。とにかくこっちは任せて。いろいろとありがとうございます。わかりました。ただいま、ここにいたんだ。そんで、LINE 見たよ。お帰りなさい。ごめんね、こんなことに巻き込んで。今欺瞞さんと電話してたとこ。別にお人よしなのは、いつものことだろ。手伝うよ。夫婦だろ。弟よ。これが夫婦であり家族だ。
いい夫すぎるな。二人とも見っけ。見つかった。しょうがない。三人でご飯にするぞ。ご飯。ほら、一緒に準備しような。はい。重い問題に、これから立ち向かおうとしているのに、賑やかな声につい、頬が緩んでしまった。おいっ子が元気になってよかった。でも、実の弟に対して容赦なくボコボコにしそうなイッチ。わかる。徹底的にしてきそうよな。そして翌日、イッチの元に予想していた展開が起きた。じゃあ、多分来るだろうけど、弟が来たら、お願いね。任しとけ。高確率で今日、弟がおいっ子を引き取りに来るので、絶対引き渡さないためにも、夫の力を借りることにした。と、ちょうどその時、家のインターホンが鳴った。来たな。私は夫とアイコンタクトし、おいっ子と共にリビングへ避難した。イッチ、お、弟くんじゃないか。久しぶり。どうも。どうしたの？あ、いや、嫁からこっちに息子がいるって聞いたので。うん、いるね。で、いや、だから引き取りに来たんですけど。なんかイッチの夫でん。としてるな。弟もビビりすぎだろ。嫁と電話してあるんで。いやー、おかしいな。僕らもケサギマイさんと電話してたけど、そんなこと言ってなかったな。それに、弟さん、仕事で忙しそうだから、しばらくは家で預かっておくことにしたから。は、でも保育園とか、替えの洋服とか。大丈夫。もろもろ済ませてある。それに君を一個くんにひどいことするじゃん。は、君はまだ子育てできるような状態じゃないってこと。だから帰ってくれない？話が理解できない奴に次することって何か知ってる？わかりました。帰ります。うん。またね。またねが怖いな。イッチの夫強い。終わったよ。ちょこっと言ったら帰っちゃった。お疲れ。ありがとう。予想通り、私の夫には苦手意識があるので、帰って行った。ふぅ、と一息ついた瞬間、今度は携帯が鳴った。弟からだ。ちょっと出てくるね。わかった。私は、録音ボタンをしっかり押し、電話を出た。もしもし？お前ふざけんなよ。何が？マジでふざけるな。お前のせいで面倒なことになったんじゃん。いや、全部自業自得じゃない？は？マジで腹立つんだけど。それはこっちのセリフなんだけど。いけいけどんどん。言ったれ、イッチー。てか、自分の立場わかってるの？あんたがやってることは育児じゃないよ。おいっこくんが奇跡的に家に着けたからよかったけど、もし事故とかに巻き込まれたらどうするつもりだったの？昨日のあの豪雨の中、途中までしか送らずに、さっさと仕事へ向かったらしいね。親としてありえない行動じゃない？周りがそうなの？それとも私たちの両親がそんなことしてた？してないけど。でしょ？おいっこくん、一人でとても怖いし、辛かったと思うよ。4歳のあの小さい体で、なんとか家に来て、助けてくださいって。考えれる？ 4 歳よ。でも保育園が嫌なら、自分の家に帰っても。戻ったところで誰もいないじゃない。そっか。それにあんたのところに戻っても、またひどい目に遭うに決まってるから。頼れる大人のところへ行ったのよ、自分で。そう聞くと、おいっ子くん、賢いな。少なくとも、弟よりかは賢いね。義妹さんにもひどいこと言ってるけど、あんた、おいっ子くんに言っちゃいけないこと言ったわね。は？何？何言ったっけ？それは、昨日、寝る前においっ子くんから聞いた話だった。イッチおばさんもうねちゃった？ん？起きてるよ。おばさん、僕って、いらない子？え？なんでそう思ったの？だって、パパが、子供なんか作らなきゃよかったって。僕、パパに、邪魔って。涙目のおいっ子を抱きしめ、頭を撫でた。ごめんなさい。パパ、ごめんなさい。許せん。許さぬぞ。なんてやつだ。子供に罪はないのに。子供はペットじゃないんだぞ。ああ、もう許せん。大パン案件だわ。ち、根に持ってたのか。あれ？子供に一番言っちゃいけない言葉を、よくもそんな軽々と言えるのかね。いらないとか言ってるくせに、義妹さん、今妊娠中じゃない。命をなんだと思っているの？でも、俺なりに頑張ってたし、お金だって稼いでるだろ。これだけ言ってもわからないのね。もういいわ。もうあんたとは縁を切る。は？意味わかんないんだけど。そのまんまの意味だよ。もう何言ってもわかってくれないから、縁を切る。あんたはもう私の弟ではないし、私ももうあんたの姉じゃない。今後一切あんたとは関わらない。おい、ちょっと待って。弟の返事を聞かず、途中で切った。ふぅ？弟くんから？そう。でももう手の施しようがないから、縁を切った。マジか、でもまあ、しょうがないか。昔からわがままな子だとは思っていたが、今回ばかりはもうダメだった。しかし、心なしか、少し肩の荷が下りた気がした。とうとう、実の姉に絶縁されてて草。いや、全員を助けることはできないし、しょうがない結果だとは思うで。
それから、短時間にいろんなことが起きた私たちは、少し一息をつくことにした。これからどうするの？私の友達に弁護士やってる人がいるから、その人に頼もうかな。ああ、あの子、いいねえ。そうと決まったなら、と私は早速義妹に電話をかけることにした。一致容赦ないな。縁切れたからこそ、なおさらだな。もしもし？もしもし一致さん、息子はどうですか？電話をかけるたびに、息子の様子を聞いてくる義妹。弟とは大違いだな。おいっこくんは元気だよ。さっきね、弟がおいっこくんを取り返そうと家に来たんだよ。え、本当ですか？大丈夫でしたか？全然大丈夫だったよ。うちの夫が追い返してくれた。さすがです。こっちも今までのやりとりとかを、着実に、証拠としてデータ化していってます。だけどこれ、どうするんですか？うん、それらは弁護士に依頼するときに使おうと思って。弁護士ですか？でも、弁護士なんて当てがないです。大丈夫。私の友達に、優秀な弁護士がいるから。なんなら、結構前から実はメールで相談はしていた。用意周到だな。だからね、その友達を紹介するからもう一踏ん張り、一緒に頑張ろう？でも私には弁護士に依頼できるほどのお金がないです。ごめんなさい。そこは大丈夫。夫と相談して、うちで費用を負担することにしたから。それはダメです。何から何までやってもらっているのに。いいのよ。でもさすがにお金は。いい？義妹さんと私は真剣なトーンで話した。確かに人にお金を負担してもらうのは、ためらいがあるわ。でも今回は例外よ。自分と子供の未来のためにも、私たちを頼ってほしいの。二人は私の家族だと思っているから。それに私たちの貯蓄額を舐めてもらっちゃ困るわ。ね？と私は夫と目を合わせた。そうだぞ義妹さん。弁護士の費用なんて、これから一緒に頑張れば、元取れるし。なんなら、親権も慰謝料もろもろ独り占めできちゃうかもよ。二人とも、本当に感謝しかないです。本当に、ありがとうございます。義妹は何度も、私たちに感謝の言葉を言い、電話は終わった。一致夫婦が神すぎる。マジでヒーローっていたんだな。義妹も、お腹に子供を抱えながら、よく頑張ってるよな。でもこれで、確実に弟は積んだな。待ってなさい、元弟よ。落ちるところまで落ちてもらうわ。と邪悪な笑みを浮かべていると、不意に洋服を引っ張られる。一致おばちゃん、実は、私は甥っ子に合わせてしゃがみ、ひそひそと話しかけられた。その内容は、実にこちらにとって、好都合な内容だった。それ本当？うん。僕何度も見た。わかったわ。ありがとう。調べてみるね。さて、面白くなってきたわね。そう思いながら、私は弁護士の友達に電話をかけた。おいっ子が話した内容って何やろ？気になる。実はとんでもないネタ持ってたりして、ワクワクが止まらないぜ。その後、友達の弁護士立ち会いのもと、離婚が成立した。あまりにも弟が付け入る隙がなかったのも相まって、ことは思ったより早く進んだ。証拠も、弟が怪しいと思った段階から、集めてもらっていたので助かった。というか、逆に証拠が集まりすぎて、かわいそうだった。確かに義妹が証拠集めてたもんな。電話の内容も、脅迫時見ていたし。離婚の話をしていた時、弟はパニクっていたな。こんなのでっち上げに決まってる。お前らが作ったんだろ。その時に、私は甥っ子から教えてもらった切り札を出した。それは、弟が、複数の女性と会っている写真と動画だった。これはどう説明するの？あばばば。それは、そんな、いつバレた、っていうか、なんでわかったんだ。バレたって言うてるやん。実は甥っ子くんが教えてくれて、探偵に調査してもらったら見事にビンゴ。それにあんた、全部違う女の人じゃない。甥っ子くん曰く、家にも複数女性を連れており、その写真もある。ナイス甥っ子くん。爪が甘すぎる、哀れなやつよ。そして、たくさんの証拠を目の前に、弟は離婚、慰謝料と養育費を払うことになった。くそ、俺の人生どうしてくれんだよ。当然の報いよ。それに、子育てや家事はできなくても、お金は稼げる？だもんね。ああ。その時の弟の顔、面白かったな。今にも倒れそうなほど、顔面蒼白だったもんな。その後、弟は私だけでなく、両親にも縁を切られたらしい。私を含め、家族全員に縁を切られるなんて、本当すごいなぁ。おつ、そりゃそうだろ。Y もそんな身内いたら、関わりたくないもん。それから、私は義妹と甥っ子は引き続き支えている。義妹が入院している間、甥っ子は家で元気に過ごしていた。本当に素直でいい子で、家にいる間は、家のお手伝いを率先してやろうとしていた。もうすぐ、僕がお兄ちゃんになるから、練習する。その時にすでに、甥っ子は頼もしい顔をしていたな。義妹も、入院していたものの、無事出産を終えた。
子供が生まれた時に、一番に連絡をしてくれた。一致さんたちのおかげで、無事出産できました。義妹もしばらくして、甥っ子と再会し、生活が安定するまでは、家で一緒に暮らすことに。二人とも今回の件について、立ち直れずにいたが、今は前を向いて頑張っている。少しずつ、軌道修正していって、再スタートを切れるよう、全力でサポートしていこうと思った。いかがだったでしょうか？自分の家族にひどいことをした弟、本当に許せないやつですね。でも一致夫婦たちのおかげで一件落着できて、本当に良かったです。皆さんは、自分の近くに弟みたいな方、甥っ子くんみたいに助けを求められたらどうしますか？ぜひコメントで教えてください。この動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。